さあ場内はおそらく今日一番の歓声に包まれます。いよいよこのカナダ大会女子を制した地元カナダのエースが登場します。ジョアニー・ロシェットが大きな歓声の中今現れました。逆転で女子を制したロシェット。セリーヌ・ディオン、フライ、この曲に乗ってロシェットの演技が始まります。綺麗なジャンプを見せてくれましたね、はい、荒川さん、この人は本当に非常に大人っぽい演技をする人ですよね。そうですね、はい、昨日はもっとパワフルでネイルビッシュな演技を見せてくれましたが、今日はこういうしっとりとした大人の女性というようなイメージで演技をしてくれますね。20歳です、このロシェット。地元カナダの声援にも支えられて逆転で優勝。ジャンプに安定感が非常に出てきました。はい、まあ、本当に幸先のいい今シーズンのスタートを切りましたジョアニー・ロシェット。オリンピックでは5位、そして世界選手権では7位と表彰台にはもう一歩というところではあったんですが、これも綺麗に決まりました。本田さん、今シーズンのこのロシェット選手はなんか非常にね、期待もできそうですよね。そうですね、はい、昨日のフリープログラムを見て本当に勢いがある、はい、ジャンプに自信があると、そういう印象があったので、今後頑張ってほしいなと思います。一番の歓声が上がっています。カナダ、ジョアニー・ロシェット、女子のシングル優勝、この誇りを胸に堂々と、そしてしっかりとエキシビションの演技を終えました。場内はこのロシェットに対するアンコール、もう一度出てきましたジョアニー・ロシェット。荒川さん、本当にカナダのお客さんというのはフィギュアスケートに対するその思いというのが強いようですよね。そうですね、はい、そして楽しんで見ているようにも思います。そうですね、その
のお客さんの中で見事優勝したこのロシェット、ここでもジャンプ、乗って気持ちよさそうにロシェットがスピンをしています。ジョアニー・ロシェット、カナダのエース、見事地元のこのグランプリシリーズカナダ大会を制して大きな大きな拍手と歓声を浴びて楽しそうに大人っぽくエキシビション演じ切りました。